はい、今日はポニータとポニータガラルの姿のコミティデです。そんなガチポケモンではないみたいなので、両方の色違い取ったらね、買いたいと思います。速攻で帰って、今日中に動画を上げたいところです。トレーナーの皆さん、9月のコミティデでは、ポニータとポニータガラルの姿が大量発生。お見逃しなく、ヒノマポケモンのポニータと威嚇ポケモンのポニータガラルの姿の両方が大量発生します。同じこと2回言ってます。イベント開始から終了5時間後までにポニータまたはポニータガラの姿をギャロップまたはギャロップガラの姿に進化させると特別なスペシャルアタックワイドボルトを覚えます。打つと防御力が下がっちゃうやつですね。そしてイベント詳細、ポケモンを捕まえた際に獲得できるポケモンの飴が2倍、ポケモンを捕まえた際に獲得できる星の砂がなんと3倍、これいいっすね。トレーナーレベルは30以上のトレーナーがポケモンを捕まえた際にアメエクセルを獲得できる確率が2倍。他にもいろいろてなわけでね、やっていきましょう。とりあえずチケット購入です。うわー、アイテムがいっぱいだ。とりあえずチケットを買っていく。140円です。お安い。購入ピコーン、 OK、 購入完了しました。そして時刻は13時59分、ギリギリだ。そして今日もめちゃくちゃ暑いです。水分補給は忘れずに。ポカリ買ってきました。ちなみにポニータの色違いは持ってます。4体持ってました。1体はね、最初にもらいました。そしてポニータのイベントが開始していく。あれ、ウェル博士が来ないんだ。あれ、ウェル博士が来ない。14時1分です。再起動しています。ここで止まるなよ。来ました、来ました。 OK です。あれ、ウェル博士、ウェル博士が来ないんだが、今日じゃない。いやポニータ湧いてるし、チケット持ってますね。どういうこと。ちょっとツイッター検索してみます。バグではないようだ。いや、わからん。もう一回再起動してみる。いや、来ない。どうすんだ、これ。ウィル博士来ないのか、今日。マジか。復刻以外でこういうの初めてじゃないか。なんやん、ここに手を抜くようになったか。とりあえず自動捕獲を振っておきましょう。ポケモン10回強化する。また来たよ、これ。CP の低い砂のかからないやつを強化していく。8回目。あと2回。OK。ポケモン10回強化する。達成です。ポニータが少ないな。ポニータガラルの姿です。非常にファンシーな色をしてます。では端っこから行きましょう。残暑が厳しい。残暑、そのポニータ、 CP 高くても捕まえやすそうです。サークルの色がね、明るい。タスクも達成していく。これは15匹捕まえないとお話になりません。さすがにこれはズリの実を投げていく。あと6匹。しかしガラルの姿の良しはね、これ簡単にゲットできちゃうとはね、もったいないことをする。さすがにこれはズリの目案件。もうちょっと奥から行きます。結構出てます。ガラルの姿が多いな。ノーシャイニーです。これはズリの目。さすがに CP が高い。お、15匹捕まえました。とりあえず1ページ目達成です。ノーマルボールが15個。そしてポニータの飴が20個。そしてここのポケモンなんだ。おう、ポニータ。そしてポカリを飲んでいく。まめな水分補給。頭が痛くなってからでは遅いです。そして1ページ目最後のリワードを取ります。ポーチ、星の砂が3000。ここが1つゲッチャン。おう、ポニータ充電していく。そして2ページ目です。ポニータがガラルのポニータを15匹捕まえる。ポニータがガラルのポニータを進化させる。これは色違いにしましょう。とりあえず15匹捕まえる。あと14匹。その間にガラルの姿の色違いが出てくれると嬉しい。ノーシャイニーです。色違い来い。ノーシャイニーです。これはズイのみ。OK。こっち。ノーシャイニーです。エクセレント。捕まえられてないし、あと6匹。タスクをどんどん達成していきましょう。水ポケモンを撮影する。もうこれダメだな、捨てちゃおう。マックス粒子は大丈夫、あそこで取れる。ガラの姿、ノーシャイニー、ノーシャイニー。 OK です。カップ、違うカップ、ノーシャイニー、カップ、ノーシャイニー。あと2匹。
ップしていく。ノーシャイニー、あと1匹マックス粒子を400集める。コミュニティで始まっても残ってるんですね。400は結構邪魔かもしれない。100なら1回で集められますけど。お、15匹捕まえました。あとはポケモン10匹送る。 OK です。ポケモン10匹送る、達成です。あとは進化ですね。気持ちがなかなか出ない。とりあえずスーパーリーグ32の進化させておきます。こっちこっち、ででん、ギャロップ。2ページ目達成しました。ファイルの目が10個、ポニータの目が30個。そしてここはなんだ、おう、ポニータ。では2ページ目最後のリワードを取ります。こっち、星のかけらが1つ、経験値が4500、ゲッチャース、おう、ポニータ。そんでもって3ページ目です。カーボーのグレートスローを3回投げる。ポニータかガラルのポニータを15匹捕まえる。ポニータかガラルのポニータを3匹進化させる。今度こそね、捕まえた色違いを進化させたい。おー、ノーシャイニー、抜けてくれた、ポッキーグレート。とりあえずあとポニータを12匹捕まえないとダメです。なんか今日は脇が渋いな。入ってるけど置けそうにないな、これ多分攻撃中だな。置けていく置けるとは思いませんでした。じゃあ全部回復しちゃいましょう。まだ3時間しか置いてないです。とりあえずこれ TL40 です。では進みましょう。車は来ない。渡ってよし。では捕まえていく。早く色違い出てくれ。ノーシャイニーです。とりあえずお散歩行こう。なんでこんな出ないんだ、バグか。ナイヤーにかかると何でもバグですけど、そこそこ出てるけど少ない。太陽が出るとスマホが見にくい。ノーシャイニーです。日陰に行かないとダメ。これあそこがよく、ふう、あ、ポニータ結構出ました。日陰は最高っすね。色違いが出ません。おー、ジャンプしてくる。おー、暴発する。あと3匹ノーシャイニーです。あと2匹ロケット弾が邪魔すぎる。ノーシャイニーです。あと1匹 OK、 達成です。出ました、気持ちいい。ノーシャイニー、3位進みます。とりあえず日陰行かないとダメですよね。お、ここすごい。日陰。日陰がないでござる。やっと本気出してきたか。ここで色違いを出したいところです。ノーシャイニー。ロケット弾が邪魔すぎるんです。ノーシャイニー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 。ここまで出ないか。今一瞬スポットライトアワーを思い出したよ。ノーシャイニー。ノーシャイニー。ノーシャイニー、ノーシャイニー、ノーシャイニー、うっそーん、ノーシャイニー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 、ロケット弾が邪魔すぎる、出ないっすね。ノーシャイニー、ガラル集中でいきましょう。そして日陰に行かないとお話にならない。ふう、日陰だ。日陰最高でござる。ファンシーポニータ、ノーシャイニー。おー、出た出た出た、やりました。もったいないね、これコミュニティで簡単に出しちゃうなんて。これはね、課金しがいのある色違いです。実にもったいない。 OK でーす。ポニータの色違いゲットなり。とりあえず進化です。よし、まずは1体。 OK でーす。そのままの感じで進化しました。貴族って感じです。では引き続きに行きましょう。今度はオレンジの方を狙いたい。色違いが2体あると大変だな。おお、また出た。出るときは出る。こまめな水分補給。あそこのマックスバトルをやります。マックスバトルね、今まで行ってこなかったんですけど、ぶっちゃけこのままだとね、クソゲーですね。
まあ、マックスバトルはねすぐ消えないんでいいでしょう。ポニータを借りつつ向かいます。おお、ジャンプしおった。ずっと一人入ってますね。あれバグかな。何でもバグです。おお、出ました。はい、帰りました。普通のポニータの色違いが出たところも抑えました。これでバッチリです。日陰行きます。日陰涼しい。そしてここポニータいっぱい出てる。とりあえず今ゲットしたポニータを進化させます。ポチッです。あと1体ドーン。ちょっと青色が薄くなりました。そんでもってだ。とりあえずハイパーリーグ25位のやつを進化させます。ほい、 OK です。3体目です。ワイルドボートを覚えてます。で3ページ目達成です。スーパーボールが15個、ポニータの飴が50個、そしてここのポケモンはなんだ、ポニータ。そして3ページ目最後のリワードです。リワードを受け取る。星の砂が4500。ロケットレーダーゲッチャンス。おう、ギャロップ。お散歩行で捕まえたポケモン1匹でした。そんな捕まえてないかなっていう。そして4ページ目はリワードを取るだけです。ラクディ。ハイパーが15個、ピンパイが2個、そしてここのポケモンなんだ、おう、ポニータ。そして4ページ目最後のリワードを取れます。ポチ。不思議な飴が3個、経験値が5500。ゲチャンス。おう、ギャロップ、ガロの姿。おう、いい感じですね。気品があります。グン、グン、うん、ゲットントン。これにてコミュニティデーは終了です。ウイロ博士が出てきませんでした。とりあえずここ捕まえちゃおう。そしてマックスバトルやります。じゃあマックスバトルやります。OK、 使っていく。 OK、 クソゲーやりますか。ユースケ君の動画で知ったんですけど、マックスパワーね、横に動いてね、取ります。なんだその昭和のゲームはって感じです。もうちょっとね、凝った操作するのかと思いました。これです、これこれこれ、横に移動して取ります。もぐ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 、パワーアップ。昭和のゲームかっていうの。あとね、いちいちもっさりしていてね、かったるいですね、一戦一戦が。最初は驚きありましたけど、これをね、何百回と見せられるのはね、嫌です。そして何だか知らないけど置いていくっていう。なんで置けないんだ、なぜ置けない、わからんのよ。パワースポットに配置されたポケモンはアシストしたバトル数と防衛時間によって変わる個数の飴を持って帰ります。ポケモンが配置できるのは最大で20箇所のパワースポットです。20箇所も置いてないな。パワースポットにポケモンは対ボスバトルをアシストします。パワースポットでの出会い、パワースポットを訪れるとポケモンと出会えることがあります。巨大マックスポケモンが配置されているパワースポットではダイマックスポケモンに出会うこともあります。そうなんだ、そうなんだっていうか、してたけど忘れてた。なんか隅っこに出るんですよね。そして置けない。なんかエラーメッセージ出てほしいですけどね。好き、いや置きたいんだけどさ、置けないんだよね。ポケモン配置せずに次に進みますか。 OK、 リワード、リワードアップグレードもね、しょぼくてね、課金する人いないでしょう。今後変わるのかな、内容が。間違っての押しちゃいそうな場所にあるんですよね。これいただけないですね。ゲチャレンジ。ノーシャイニーです。そうそう、これなんですけど、普通にね、カーブボール投げれました。初日は変な方行っちゃったんですけどね。修正が入ったのか、私のやり方が悪かったのか。謎です。ゲットントン。カバースポットはね、ほんとやばい感じがします。ここからはもう自動捕獲でいきます。もう一通りやったかな。おー、色違い。あそこにグラードが出ていたとは。しくった。てなわけでね、この辺で終了にします。まあ、こんだけ色違いゲットすればいいでしょう。あとはぐるっと回って色違いになっていきます。てなわけでね、ポニータのコミュニティデーでした。また。